はい、こんにちは。それでは始めます。はい、私はうさみと言います。えっ、ー、と、普段 p i x i v という会社で、まあ、えっ、ー、と、投稿サービスの p i x i v であったり、p i x i v 百貨人というサイトの開発をしています。個人では、まあ、e m a x の、えー、PHP モードというのを開発していたり、このペチパー会議とか PHP カンファレンスのスタッフをやっていたりします。で、まあ、ウェブ上に、まあ、いろいろ文章を書いたりしているので、PHP について知っていた人は、まあ、この辺りをご参照くださいと。で、えっ、ー、と、前回までは、まあ、TI コンテナとか、 えっと、そうですね。外部依存の話をしていたりだとか、あと PHP カンファレンスは型の話をしていたり。あと、えっ、ー、と、おととしの PHP カンファレンスでは、まあ、今回の内容と多少重なるような PSR で HTTP を学ぶという話をしました。今回の話がちょっと要領を得なかったという方は、まあ、もしよければこちらのトークについても YouTube で公開されているので、こちらのアーカイブをご覧ください。あとはまあ雑誌とかにたまに記事を載せてもらっていて、えー、去年の11月のに出た ソフトウェアデザインという雑誌にも PHP の方の話を書いていたり、あと WebDB プレスという雑誌、こちらの総集編が去年刊行されていて、まあ、こちらの総集編に特集記事を書かせていただいたり、あと今回の内容とも多少関係のある PHP の HTTP PH リクエスト、まあ、2016年時点なのでちょっと古かったりすることもあるんですが、こういう記事が収録されていたり、あとフレームワークがないようなプロダクトで PHP の開発をするときに まあ、要点とかライブアリの便利なところとかを説明していたりすることがあります。あと、まあ、仕事の話なんですけども、まあ、ピクシブ100カジセンリサイトで、これは、まあ、今回のテーマである PSR1515 ですね、こちらを、えー、使って、えー、開発しています。あとは、えー、とピクシブスプリングブートキャンプということをやっていて、これはあの、まあ、学生向けのインターンですと。でえー、と夏にもやるので、まあ、こちらもあのもし興味があればご参照くださいと。 でえー、とそうですねあの。毎年このフレームワークのテーマでやってるんですが、そろそろ百科事典のフレームワークとしての突っ込みどころが枯渇しているので、参加したい、劇的に改善したいという人は、まあ、今年中とかお早めに応募をご検討くださいと。でえー、今回のお題なんですが、PSR7、まあえー、と PSR15 PS、15を使ってまあどう開発をしていくかというまあ実装パターンについて話をしていきましょうと。えーね、PSR については HTTP に関わるまあ仕様がいくつか定義されていたり、あと 過去に。 えっと、いろいろな PHP カンファレスだったり、勉強会で、まあ、こちらについて説明されている方や、あと、他にもブログがあったりするので、まあ、こちらのリンク書を読んでいただければ、まあ、オーズアップに掴んでいただくことができるかなと思います。まあ、今回の話なんですけど、まあ、基本的には Web フレームワークを作りたい人とか、内部構造を理解してみたいという人向けの話になります。あとは、まあ、えっ、ー、と、前半はフレームワーク一般の話をしたりとか、あと、後半は、えっ、ー、と、PSR15 の入門とか、どうやってテストをすればいいのかみたいな話がメインになるかなと思います。で、 えと最後なんですが、まあ、俺たちの PSR15 はこれからだということで、まあ、オチにつながるわけですが、さて、誰が PSR15 を使うのかという話なんですけど、基本的にはまあこの3種類かなと。PSR 標準をに準拠したフレームワークを開発したいような人ですとか、あと、すでに PSR に準拠したフレームワークというのが存在していて、例えば、KEKPHP はミドルウェアとして PSR15 を採用しているので、まあ、こういうフレームワークに対応したミドルウェアをもし書きたいという。 とか書く必要があるという場合には、まあ、これを使うといいでしょうと。あとは、まあ、そういうフレームワークに依存せずに、まあ、シンプルなライブバリとか、あと自分で実装したものとかだけで、そういう組み合わせだけで、えっと、リーンでクリーンな Web アプリを開発したいという人は、まあ、これをちょっと検討してもいい,いいんじゃないでしょうかという感じ。さて、まあ、PSR とはそもそも何なのかというと、まあ PH、PHPFIG という団体がありまして、あの、この PSR というのをいくつか定義しています。まあ、メインとしては、このインターフェース、えっと、まあ、いろいろな ライブアリが、えっと、それぞれ総合運用できるようにするためのあの、インターフェースの定義ですとか、あと HTTP 関連の定義、その他コーディングスタイルなんかも定義されていたりします。で、えっと、こちらの PHPFIG というものなんですが、日本語で言うと PHP 総合運用グループ、基本的にはフレームワークとか CMS を作っている団体の、ま、組合というか、という感じで、えっと、それぞれの なんか個別に作ってきたパーツ、コンポーネントみたいなのを、まあ、それぞれいい感じに融通し合えるようにしようでということで、共通規格を決めたりすることが目的の団体です。で、まあ、基本的にはそのフレームワークを作っている人たちで使うために決めているものなんですが、まあ、そうじゃない、そういうのを作っていなかったり、そういう開発メンバーじゃないような人は、この ベストプラクティスとしてこの PSR を参照して何かやるというのも一応意図されていますということで我々はその恩恵に預かっていますと,ということでまあよく知られているのはこのあたりかなとこの、まあたりはえっとまああの直接使うことがなくてもまあライブアリ経由だとかでまあえと参考にされることが多いかなとということでまあこの PSR4 というルール一番見るのはまあコンポーザーのコンポーザー j イソンとかで クラスを読み込むときにその名前空間とディレクトリがどこにあるかマッピングをするために使われていたりします。あと、コーディングルールなんかはまああの、えー、とツールとかでえと使われたりしていますと。あと、インターフェースというもの、先ほどちょっとあのライブアリのために定義されているということを研究したんですが、具体的にはロガー、何かアプリケーションで起こったこととかを記録するものですね、エラーログとか、デバックログとか、あとは PSR11 ではえとコンテナ、何かまあえと値を作ったりだとか、 という、えっと、依存性を解決するためになんか使えそうなライバリーですとか、あと、それと似ているんですが、PSR6 とか PSR16 というのは、えっと、キャッシュですね、えっと。これは生存期間、寿命付きでまあ値を持っておけるようなクラスをイのインターフェースになっていますと。例えば、インターフェース、まあえっと、使われている方と、まあ、全く使ったことないという方もいらっしゃるので、簡単に説明しますと、これはクラス定義に似ているものですが、クラスがどのようなメソッドを持っているかという型だけを宣言したものですね。 なので、えっと、定義としては、あのまあ、クラス定義と似ているんですが、えっと、ファンクション、メソッド名、あとはその、えー、ファンクションの持っているパラメータですとか、その返り値というものだけが書かれているもので、えっと、実装を持つことはできません。えっと、PHP というのは、えっと、基本的には単一継承の言語と呼ばれていて、えー、クラスは1個の親クラスだけを継承することができます。 なんですが、えっと、インターフェースに関しては、これはあの、まあえっと、同じメソッド名で矛盾する定義が含まれる限りは X でも定義することができるので、その多重継承の代替としてインターフェースを使うことができます。あとはこのインターフェースというものを活用することで、まあ、具体的な実装、まあ、プログラムとその関数の定義みたいなのを、えっと、分離することができます。まあ、考え方としては、えっと まあ、C 言語でいう C 言語のソースコードとヘッダーファイルみたいな感じで考えることもできるんですが、まあ、もうちょっと幅広く抽象と実装の分離というのができます。ということで、えー、とあと PSR というもの、まあえーとまあ、よく知らないという人の方が多いと思うんですが、具体的にはあの標準勧告という言い方をしているんですが、PHP 書く人全員が知っておかなければいけないというものではないですと。あと、守らなければいけないというものでもなくて、この グループの参加メンバーもまあ基本的にそれに従うかどうかというのは任意になっています。あとは PSR2 とか PSR12、PHP の独特なコーディングルールということで、例えばえっと関数定義の後に波括弧をどこで開業するかというのが PSR12 とか12、セ 12では研究されていたりするんですが、まあ、そのあたりは、えー、実際にはそのかん、絶対にそれに従わなければいけないということだけではなくて、まあ、プロジェクトごと、会社ごととかで、まあ、好きなように決めてもいいということになっています。ただ、PSR12 というのをそのベースラインとして、えー、とそれとの差分について、そ,のそれぞれの PHPCS フィクサーですとか、コードスニッフォーの設定をしてもらうことで、まあえー、と設定の量を減らすことができるというのは、えー、とメリットかなと思います。さて、えー、PSR と h t d p に関しては、このような定義があって、 えっと、まあ、これ以外にもいくつかあるんですが、今回の発表に関係あるのは、この PSR7 と p s r 1 5 p s r 十五ですね。この2種類になります。あと、まあ、それ、それ以外の PSR についても、えっ、ー、と、田中久照さ,さんという方の話が、えっ、ー、と、PGP カンファイでお話になっている、この、PH、p の h p ジ g の HTTP 処理標準の設計はなぜ PSR715、17になったのかという発表も参考になるので、えっ、ー、と、こちらもご覧くださいと。あと、まあ、というわけで、えっ、ー、と、PSR7 についておさらいしていきましょう。 PSR7 というのは、えっと、HTTP メッセージ。まあ、その基本的には、えー、ブラウザとかが通信する内容ですね。こちらを PHP のオブジェクトとして参照できるように定義したインターフェースになっています。でえー、っと基本的には、まあ、HTTP はその、えー、ユーザーがリクエスト、ブラウザでリクエストを送って、サーバーが受け取って、サーバーがそれを返すということになっていると思うんですが、それに関して、えーっとまあ、ヘッダーと 基本的にはその、えー、とリクエストとレスポンスって、まあ、ちょっと似たような構造になっていて、両方が持っている要素、例えば、えー、とメタデータに関してはヘッダーフィールドというところに持っていて、それ以外の,、まあ、あのリクエストの本文的なところはボディーというところに持っているみたいな共通している要素はこのメッセージインターフェースといううに宣言されていて、あとその HTTP にリクエストするというものはこのリクエストインターフェース。さらに、えっと、サーバーが受け取ったリクエスト情報というのはこのサーバーリクエストインターフェースというものに定義されています。あと、レスポンスはレスポンスインターフェースですね。これはあのサーバーからプラザに送り返す情報というのを定義されていますと。で、えっと、この PSR7 の特徴なんですが、イミュータビリティというのがあっては、まあ、一度作ったオブジェクトは、まあえっと、内部状態が勝手に書き換わることはない、まあえっと。こちらに関しては無理やり書き換えるということは絶対にできなくはない。 ですが基本的にはそのできないような設計になっていて、えー、ここで定義されているメソッドは、あの例えば新しい HTTP ヘッダーを定義,し定義というか、えーと、レスポンスに対して追加したいときには、セットヘッダーというメソッドではなくて、これは w i t h ヘッダーというメソッドを呼んだ上で、まあそのえーと、同じドルレスという変数で参照したければ、それを最大入するということで、えーとまあ追記、追記していくようなものをやっています。 これによっても、えーと、一度作られたインサー,ソー,ークスブジェクトが別の場所で、まあ、グローバル変数的に変な場所で言うとせず書き換えられるということが避けられるので、非常に安全になっています。でえー、とこの PSR7 というのはインターフェースなので、実際には,、えー、とそれは実装したライブアリというのをインストールすることで、えー、と使うことができます。でこちらに関しては、まあ、パッケージストで、えーと、メタパッケージという形で、この HT メッセージインプリメンテーションという この検索すると、まあ、えー、どういう PSR の実装があるのかというのを調べるのかが出きます。まあ、有名なのは、あの、ガズルという HTTP クライアントのライブラリが定義しているものだとか、あと最近はこのナイホルムさんという方が作った、あの、ナイホルム PSR7 っていうのは比較的有名かなと思います。あとは、えー、っと、元、ん、えー、と、ZEND フレームワーク、今はラミナスという名前に変わっているのが、こちらが作ったり、e a c t r o ですとか、あと、スリム m ロジェクトの PSR7 の実装なんかもあります。 ということで、まあえーと、ガズルが有名だったりするので、この時期はナイ h o m さんの方が、えーとまあ、軽量で使いやすいかなと思っていたりしています。あっえー、とこちら、サーバーリクエストインターフェースは、先ほど言った通りそのサーバーが受け取ったリクエストインターフェースなんですけれども、具体的にリクエストインターフェースと何が違うかというと、えー、とリクエスト情報を普通 PHP を使うときは、ドルアンダーバーサーバーとかドルアンダーバーケットみたいなスーパーグローバル変数でどこかでも参照できるようになっているんですが、こちらはサーバーリクエストインターフェース でもえー、とメソッあとは、えっ、ー、と、基本的にはまクッキーあ、クッキーは配列で、まあ、それ以外のゲットとかポストは、えー、と配列またはオブジェクトで扱うことができるんですが、まあ、そういうものは、えっ、ー、と、基本的にはその、えっ、ー、と、リクエストの、えー、とクッキーヘッダーとは、えー、と別々に保持されているということが仕様で明記されています。なので、with クッキーパラムスとかセットしても、 その他のヘッダーフィールドが勝手に書き換わることがないようになっています。あとは、えっ、ー、と、withattribute と withgetattribute トトというメソッドがあって、こちらでは、あとまあ、普通の配列みたいな感じで、えー、と文字列をキーにして何か任意の値を入れたり、あと取り出したりということができるような、えー、と収納スペースが用意されているということで、まあ、サーバー側の、えー、とリクエストの実装として使いやすいような追加仕様が、えー、と定義されています。 まあこちらに関してはいろいろ説明することがあるんですが、あのまあ、今回の PSR15 ではあののサーバーリクエストを基本的にやり取りすることになるので、まあ、ちょっと重要で、えー、っとあと PSR、えー、PHP8 でアトリビュートという新機能が定義されているんですが、こちらと今回のサーバーリクエストの w i t h アトリビュートは基本的には何の関係もなくて、ただあの属性という付加情報を持たせているという意味合いで共通しているだけです。なのでえーっと 基本的には何の関係もないものだと思ってください。あと、えっ、ー、と、配列みたいな感じでどんなものを入れてもいいんですが、えっ、ー、と、配列と違って、その、えっ、ー、と、型宣言ができないので、まあ、基本的にはその、えっ、ー、と、どういうものが入っているかっていうのは、それぞれのフレームワークの規約的なもので決める必要があって、えっ、ー、と、取り回しがしにくいので、まあ、任意の文字列を入れるとかよりは、えっ、ー、と、クラス名をキーにして、 クラス名、またインターフェース名みたいなものを記入して、それで取り出すみたいな方にした方が、ちょっと扱いがしやすいかなと思います。はい、あとは、えー、レスポンスインターフェースというのがあって、これはリクエストを使ってサーバー版みたいなのはないんですが、えー、とこれを、えー、とアプリケーション側で作ることで、実際にブラウザに送信されるメッセージというのが定義できます。えー、と気をつけたい,いのが、あのまあ、基本的には、えー、とリクエスト とかレスポンスの、えー、と本文の部分ですね、ボディに関しては、えー、と文字列は使うのではなくて、えー、とストリームインターフェースという、そのなんかファイルだとかその読み書きできるデータ、それを読み書きすることで文字列として実体化できるようなインターフェースというのが定義されているので、まあ、それを使って表現することができます。ということで、えー、とそれを使ってやる必要があって、この WithBodyMeshot、えー、に、えーと ストリームのオブジェクトを渡すことで、まあえー、と実際にブラウザに送信されるというメッセージを作ることができます。あと、えー、とこの PSR17、h t p ファクトリーというのがあって、これは、えーとまあ、実際の、えー、とレスポンサーとかリクエストオブジェクトみたいなのを作る役割を持っているインターフェースで、えーと、アプリケーションで新しいメッセージを作ろうとすると、まあえー、とニューガズルの PSR7 レスポンスみたいなのを作ると、そ,のそれぞれのアプリケーションが、まあえー、とガズルだとかナイホーム、PSR7 みたいな特定のライブに依存してしまうので、まあ、それを避けることができる、抽象化ができるようなインターフェースになっています。はい、あと、まああの、繰り返すんですが、i m m u t a b ティ i t y というものがあって、まあえーと、これを気をつけてあげることで、えーと、不意に変な状態が書き換えられるということが避けられるようになっています。 で、改めて n y ー o m e PSR7 ファクトリーに関しては、これは、えっ、ー、と、このナイフォームさんの、えっ、ー、と、ライブラリが提供している PSR7 を、一括で、えっ、ー、と、生成できるようなライブラリになっています。これの一個のインスタンスを作ってあげるだけで、この下のように、えっ、ー、と、まあ、普サーバーリクエストファクトリーとか URL ファクトリーみたいなのを受け付けるような文脈で、まあ、同じインスタンスを渡してあげることで、 依存が解決できるようになっていますこれはまあ一見なんかバカっぽいというか無駄なことをしているメモですがまあ実際にポインターを持っているだけでそんなにあのメモリがオブジェクト4個分のメモリを使うみたいなこともないですしまあえと比較的コンパクトなえと処理になっていますとさて PSR7 とフレームワークについてってちょっと触れておきましょうと、まあ、先ほど HPFIG というグループがあるという話なんですが、まあ、それにあの参加しているフレームワークがあったり、してないフレームワークがあると。具体的には、えー、例えば、えっ、ー、と、シンフォニーとかラーベルっていうのはかつて、えー、と参加していたんですが、今は参加していなかったり、あと今も k e p h p とかスリムみたいなフレームワークは参加しているみたいな状態ですね。で、えっ、ー、と、こちらは、えっ、ー、と、p a c e a l 7を結構使っていたりしますと。あと、えっ、ー、と、そうですね、p、k e p h p なんかは、えっ、ー、と、ちょっと面白くて、 PSR7 とあと、あの過去の、P、k e PHP とちょっと互換性のあるようなメッセージというのが両方扱えるような欲張ったような設計になっていて、まあえー、とこう今までの KEC PHP っぽい書き方も、PSR7 っぽい書き方もできるようになっています。あと、えーとまあ、先ほど新法には PSR7、PSR からはもう参加していないということを言って、 シンフォニーが提供している HTTP のライバリ HTTP ファウンデーションというものは、まあ、これ自体は PSR7 とは互換性のないリクエストとかレスポンスを提供しているんですけれども、このアダプターとして PSRHTTP メッセージブリッジというライバリを提供しているので、これを使うことで、まあ、シンフォニーのリクエストと,、えー、と PSR7 のインターフェースとしてアクセスできるものというのを、えーと 実際に使うことができて、まあ、これをするとあのララベルの型宣言とかで、えー、とコントローラーで、えー、PSR7 のリサーバーリクエストみたいに書くと、そ,まあ、それを使って受け取るということもできるようになっています。さて、えー、PHP の実行環境についてちょっと説明しておきましょうと。まあ、今まで PHP でよくある実行環境というのは、えー、サーバーリクエストを受け付けるために、まあ、全ての環境がリセットされますと。具体的には、まあえー、とクラスだとか変数だとかスーパーグローバル。 あと、スタティックプロパティみたいなそうですね。そういうものが全部まっさらな状態から、一から構築されるので、まあ、結構いろんなところにキャッシュされても、そのリクエスト、レスポンスを開始終わったら全部発揮されて、また新しいものをが、えー、と作られるという流れになっていですが、えっ、ー、と、PHP の普通、普通の PHP といわれる実行環境は全部、あの、これ前提としてこ、それを期待できるような作りになっています。 もともとは CGI というものがあのリクエストを受け付けるたびに、たびに、えっと、プロセスを起動するのでこういう動きをしていたんですが、まあ、長年 PHP のえと30年ぐらいの歴史で、まあ、そういうのを保証できるような CGI じゃなくても CGI 的な動きをするということが特徴になっていて、まあ、今まで生き続けていますと。 ということで言えば、えー、PHP、フレームワークを使わない場合、どういうことかというと、どういう構造になるかというと、まあ、グローバル変数をいろんなところで扱ったりとか、あと、いろんなところでヘッダー関数で、HTTP ヘッダーをセットしたりみたいな、他の言語だと CGI ではそういうことでができるっとちょが、えっとが、現在ではそんなにないような構成になっていたりします。まあ、具体的には PHP、よく見る、昔ながらの PHP というのは、こういう HTTP、 HTML の中にスクリプトが書かれていたり、HTML の中に値を埋め込んだり、みたいな感じの世界観ですねとで、えーと。よくあるフレーム、よくある PHP というのは、まあ、左側の人が、えー、とブラウザでウェブページを開いてみるのを考えてくださいと。そうした場合、まあえーとまあ、どうにか通信して、このサーバーに対してリクエストを送って、まあ、この中の白い部分が、えー、PHP の世界だと考えてください。でこの ユーザーが送ってきた情報というのは、このドランダーバーサーバーとか、あとドランダーバーゲットみたいな変数に入っていて、まあ、その中で .php のファイルの中でいろんな処理をしたりして、まあ、右側のブラウザー、右側の人のパソコンに表示されるという作りになっています。はい でえっと、実際にはこうサーバーを受け取ってからこうヘッダー関数を読んだり、OB スタートしてたり、エコーしたり、エコーしたり、エコーしたり、セットキーしたりみたいな感じで、フラッシュしたりみたいな、まあ、こういう構成をやっていたりするんですが、まあ、実際にまあどこで何を出力するのか分かったもんじゃないみたいな話があって、 スーパーグローバルは名前通りスーパーなので、あのどこからでも参照できたり、あと、どこからでも関数を呼ぶだけでグローバルの状態で書き換えたりできるので、まあ、結構取り留めのないコードになりやすいですと。ということで、えー、と処理を全部たい丁寧にやっていかないと、まあ、どういう出力をされるのかっていうのがちょっとあの把握できないような構成になっていますと。で、えー、とこういう世界と、まあ、今回言っている PSR7 どうやって整合性を取るのかという話なんですが、具体的には出力には、えーと、従来の環境で出力するには、まあ、エミッターみたいな。 インターフェースのものを定義してあげることで、それの整合性を取り入れています。あと、具体的にはこういう実装になっていて、レ、まあ、ス,スポンスインターフェースを受け付けて、なんか、えー、HTTP のステータス構造をセットしたりだとか、えーと、ヘッダーの一個一個をヘッダー関数に読んでいったりみたいなことをして、最後にボディを移行してあげれば、まあ、一番単純なエミッターというのを作ることができますと。あと、えー、とユーザーから受け付けたリクエストに関しては、まあ、各 えっと、PSR7 のライブアイとかで、あの、グローバル変数をもとにサーバーリクエストオブジェクトを作れるようなものを定義してあまあそれを呼んでやれば、えっと、いいでしょうと。ということで、えっ、ー、と、昔からよくある PHP はこんな感じで、えっ、ー、と、PSR7 をこの小説環境で言えると思うと、まあ、えっと、左側から、えっと、フロムグローバルでサーバーリクエストオブジェクトを作って、なんか間で処理をして、最終的にレスポンスを作った後、SPI エミッターで出力をしてあげると、まあ、えっと、差し替わりましたよと。 いう感じで、ここで、エミッターというやつがエコートが減った感想を読んだりしてくれるという構成になっています。でえー、そもそもフレームワークのなんか、えー、話とかやっていくるんですけど、まあ、PHP ってなんかフレームワークとかライブアリとか入れなくても Web アプリって書いちゃうじゃないですかと。でまあ、フレームワークって PHP にとってどういうものかというと、1、まあ、個は PHP 標準でめんどくさい機能を実現するための 便利ライブラリーのセットですよと。もう一つは、まあ、うん、PHP ってどこでも何でも書けてしまう、どこでもヘッダー読んだり、どこでもエコーしたりできたので、まあ、そういうことをできない高速具みたいな役割ですね。それをやることで、まあえーと、秩序のある PHP として、えー、とできるような構成になっていたりしますと。 ということで、えーと、基本的にはフレームワークだとか PSR みたいなものは、まああの、フリーダムに何でもできる PHP に対してはまあ異物でしかないんですが、まあえー、とこれ縛りプレイをかけてあげることで、まあ、ちょっといいこともありますよと。ということで、ま体、あ、だけは入出力みたいなのをその最初と最後に絞ってあげることで、まあえーと、全体の見通しが良くなって、テストがしやすくなると。まあ、基本的にテストがしやすいコードというのは、まあえーと、同じ引数を渡したら絶対同じ結果が返ってくるみたいなことになってると、ユニットテストがとてもしやすいです。 あと、ロングリビングな PHP という概念があって、まあえー、と今まで完全今までの PHP は完全にその、えー、とユーザーのリクエストを受け付けて、スポーツを返すたびにスペルの状態が、まあ、サインあったりしたんですが、まあ、そういうものは、えーとまあ、便利である反面、えーと、パフォーマンスで良くない影響があったりするので、まあ、そういうのを改善するような、えー、と構成のアプリケーションサーバーとか、PHP の,の拡張みたいなところで、まあ、そういうところで、えーとし あの入出力を明確にして、それぞれインターフェースごとのアプリケーションみたいなことにしてあげることで、えーとまあえっと、パフォーマンスに優れるアプリケーションみたいなのを作ることができますと。ということで、えー、とこのロングリビングな PHP と、まあ、普通の今までの従来型の PHP を差し替えるみたいなところで、まあ、フレームワーク側でその環境の作用を吸収してくるようなものがあって、まあえーと 最近ではシン,フォニーでシンフォニーランタイムというものがあったりだとか、あとラ,ラベルはラ、ラベルオクタンみたいなのがあって、それで設定してあげることで、まあえー、とスウォールだったり、ロードランダーみたいな、えー、とロングリビングな環境で動かすようなこともできるようになっています。まあ、これに関しては、えー、と先月にあのサイバージェントの白井さん、えーと、昨日発表されていたと思うんですが、えーとそ,ちがえー、そちらの方の話,話を聞いていただき ことでまあ、今までの経緯とか温度感みたいなのがさあの分かっていただけるかと思います。で、まあそういう世界では、えーとまあ、結構今までの PHP の定石みたいなのはだいぶ違うことがあって、潔癖にきれいに書いていかないと、まあちゃんとこかこないみたいなことがあるので、まあそのインターフェースとして、えー、PSR7 みたいなのをちゃんと考えていくことで、まあある程度それに適用できしやすいような考え方みたいなのが、まあ、できていくんじゃないかと思いますとあと今までで PSR7 を使っていくと、まあ、こんな感じで、 はい、でロードランナーってやつはこれがどう変わるかというと、えー、ここに Go がいて、Go ってやつが PHP のプロセスをいっぱい作って、その中でこうリクエストを受け付けて、PHP の中でこのなんか処理をして、レスポンスを返して、最終的にブラウザーに出力するみたいなところをなんかお世話してくれたりするみたいな変なアーキテクチャのものがあったりしますと。でまあ、従来型がこうだったに対して、ロードランナーではこうなって、 え基本的にこのなんか、最初と最後でリクエストを受け付けて、レスポンスを返すっていうところの構造があっていると、なんか、こう差し替えがしやすいんじゃないかみたいなところがあるので、まあ、こうやってきれいに書くと、まあ、いいことがあるし、あと、ここさえ合っていれば、その、内側のアプリケーションをどうにかできるので、まあ、外側の事情っていうのは、丸っきり無視した、なんか別のことっていうのをすることができますと。例えば、ここで、えっと PH、PHP ユニットとかで、この入出力の部分をなんか差し替えてあげることで、えっと、その中のテスト、 コードを完全にユニットテストできるみたいなこともできるようになったりしますと。ということで、なんかリクエストを渡して、レスポンスを検索するみたいなことをすればいいですと。で、それをするためのもうちょっと具体的な手法なんですが、ここで出てくるのが PSR15 というものですと。ここでは2種類のインターフェース、リクエストハンドラーとミドルウェアというものが定義されていますと。で、ここで出てくるミドルウェアというものですが、まあ結構曖昧なコンピューター用語として自分の中では有名なんですが、ここではウェブフレームワークでリクエストを受け付けてから最終的に なんか、えっ、ー、と、処理するところの間で、間に挟まって、なんか、や、な形するみたいな、クラスみたいなのがミドルウェアとかで呼ばれています。まあ、結構いろんな言語があったりですねラック、Ruby とかとラックミドルウェアというのを使ったりしますとあと PHP では昔、Stack っていう別のミドルウェアの仕様があったりしましたと。はい。さて、えっ、ー、と、リクエストハンドラインインターフェースというものはこういうものですと。で、えっ、ー、と、基本的には、まあ、すごいシンプルというか、えー、PSR7 のリクエストを サーバーリクエストとレスポンスインターフェースに依存していて、サーバーリクエストを受け付けて、レスポンスインターフェースを返すハンドルというメソッド1個だけを定義していれば、このインターフェースを満たすことができますよと。で、ミドルウェアインターフェースというのは、まあ、もうちょっと複雑なんですが、これはサーバーリクエストインターフェースとリクエストハンドラインターフェースというのを受け付けて、レスポンスを返しますよと。まあ、これだけで、えっと、それを満たしたもらうというのは実装ができます。まあ、これに従っていれば何でもやってはいいですよと。で、えー、とまあ具体的にどういうものがあるかというと、まあ、PSR ミドルウェアーズということで、あの、この GitHub のミドルウェアーズというオーガナイゼーションで、その実装済みのミドルウェアみたいな感じで、まあ、どういうことができるかというのは、こちらを見れば、参考になるかなと思います。で、えー、まあ、基本的には、ちょっと私はす音楽性が合わない部分があるんで、使ってないんですが、まあ、すごい便利なものがいっぱいあると思いますと。で、えっ、ー、と、まあ、実際に、今回のテーマとして、リクエストハンドラーを作ってみましょうと。 で、えっ、ー、と、これから画面に出すコードとは、えっ、ー、と、まあ、基本的にはあの、まあ、見やすくするた,ために、なんとかインターフェースだったら、えー、インターフェースの部分を削ってなんとかみたいな、誘導していると考えてくださいと。別名をつけているので、まあ、えっ、ー、と、フルのソースコードは、えっ、ー、と、GitHub に多分、発表当日までに上げているはずなので、こちらをご参照くださいと。あと、まあ、ハロー・ワールドを作ってみましょうと。これを作るにはどうすればいいかというと、えー、今回は JSON で返す前提として、えっ、ー、と、 先ほど言及した PSR17、17のストリームファクトリーとレスポンスファクトリーというものを使って、ここでクリエイトストリームに、これは文字列からストリームに変換することができるので、JSON をエンコードした値を渡してあげて、さらにそこで作ったボディという変数をその下のえっとレスポンスを作った後で、 えー、ヘッダーをセットして、ボディとして、えー、と、JSON の入ったストリームをセットしてという作りになっていて、これだけで、えー、と、JSON のハローワールドを返す,すハンドラーができますとでたい。で、もうちょっと使用を追加して、じゃあ、えー、ゲッと、Get ストされた時だけ返すようにしたい、えー。それ以外のポストだとか、それ以外の場合は、えー、と、404を返すみたいな構造にしてあげましょうと。えー これを今、喋りながら気づいたんですが、これは404じゃなくて、メソッドのアロードとかにした方がいいですね。それを置いておきまして、実装してその後は、えっと、今までの実装しておくことで、まあ、ゲットの時だけ、ハローワード、それ以外は404を返すという実装になりましたと。で、まあ、リクエストハンドラーはどうやって呼び出すればいいのかというイメージなんですが、まあ、サーバーリクエストを、これをまあ、左から右に流れてくると見てください。で、えっとリク、受け付けたリクエストハンドラーが、この結果としてレスポンスを返すことで、 え、サーバー、リクエストハンドラーは仕事をしますと。で、えっ、ー、と、テストするときはどうすればいいかというと、まあ、PHP ユニットみたいな、基本的には何でもいいんですが、まあえー、PHP ユニットを使うのが一番便利だと思います。で、えっ、ー、とリ、レスポンスハンドラーを用意して、サーバーリクエストを用意して、 まあそれを呼び出してあげるみたいな作りになっていて、まあ、最終的にはレスポンスが返ってくるので、それをアサートイコールズとかメソッドを使って比較してみましょうと。ということで、まあ、こういう感じのものだったのが、ここに PHP ユニットが入るときは、ここでクリエイトサーバーリクエストをして、ここでメソッドを呼び出してあげて、最後にアサートイコールズをしますと。まあ、これでいいですねと。ということで、えー、とテストを の前にちょょっと下準備をししてみましょうここで HTTP ファクトリートレートというまあ独自実装したものを用意します。トレートというのはクラスに似ているんですが、まあえー、メソッドだけを定義できるものですと。ということで、えー、とこちらは、えー、と最初に PSR7 ファクトリーのインスタンスを返すだけのトレートになっていて、ここで、えー、とそれぞれの Get Request Factory、Request Factory とか Response Factory として片付けされたメソッドを定義していきますと。とこういうことをするして、あともう一つ Create Stream、えー、と,というのもこれトレートで用意しています。 こういう、まあ、これはヘルパー的な役割ですが、これを、えー、と定義しておくことで、まあ、えー、とサーバーのテストをするときに、その、えっ、ー、と、簡単にストリームとかリクエストオブジェクトみたいなのを作ることができて、まあ、ちょっとショートハンドとして使えますと。ということで、まあ、えー、と今回の実装の場合は、内イをォーム p s セ r 7に直接依存しているんですが、まあ、このあたりは、あの、あまり、えっ、ー、と、依存性が強い部分ではないので、割り切って、 直接書いているという形になっています。あと、えーとまあ、ちゃんと注入するわけじゃなくて、まあ、あのそれぞれイン,インスタンスを作って返しているというのは、えー、とちゃんと書くのであれば、まあ、セットアップとかで新しいオブジェクトを作ったりするみたいな必要なので、データプロバイダーからからのセットアップしたインスタンスに、まあ、私の周回の PHP ユニットのバージョンでは参照できないので、まあ、この方が使いやすいので割り切っていますと。ということで、これでテストをしていきましょうと。でえーと これは PHP インタのテストケースになっているので、これ先頭で先ほど作ったトレートを誘導していますと。あと,、えー、と、セットアップメソッドの中で、まあ、今回テスト対象のオブジェクト、えー、とこのハロー l o JSON h a n d というのを、えー、ともう定義しておきます。まあ、この辺りの作り方は、えっ、ー、と、流儀というか、えっ、ー、と、いろいろ議論があるところであると思うんですが、まあえー、とパラメータによってそのテスト対象が変わらないときは、僕はこのセットアップでもテスト対象を作ってしまうのが好みですと。ということで、テストメソッドの中では、えっ、ー、と、 いきなり、えっ、ー、と、ディスのサブジェクトのハンドルメソッドに、えっ、ー、と、リクエストオブジェクトを投げつけて、それの結果を返すという構造になっています。で、えっ、ー、と、上の方にこうデータプロバイダーという定義があって、これをすることでテストメソッドに対して、えっ、ー、と、引数を定義することができますと。で、このデータプロバイダーというのは、どういう作りになっているのかというと、まあ、えっ、ー、と、使っている方でも大体は、あの基本的にはその、えー、とデータプロバイダーから配列を返すような構造にしていると思いますが、今回はこの、 あえて、えっ、ー、と、それでなく、えっ、ー、と、イールドというキーワードを使って、えっ、ー、と、一個一個値を返すようにしています。ということで、ちょっとこれの使い方に関しては、えっ、ー、と、他の記事とかに移りますが、まあ、基本的にこうしてあげることで、えっ、ー、と、また、このテストに、えっ、ー、と、こちらで定義、あこちらで、えー、と配列に与えている、このサーバーリクエストとか、えっ、ー、と、ダイニッシ数の配列みたいなのが、ここにマッピングされて、えー、起動される状態になりますと。 でえっ、ー、と、これでまあテストは取るようになって、さらにデータプロバイダー、えっ、ー、と、先ほどはゲットの場合だけをやったので、今度はまあポスト、プット、デリートの部分をテストしていきましょう。ということで、えっ、ー、と、この、フォーイーチの中でそれぞれイールドしてあげることで、まあ、基本的にはその、えー、とメソッド、ドルメソッドの部分だけが違う値というのを、えっ、ー、と、データプロバイダーとして返すことができます。ということで、まあ、えっ、ー、と、それぞれのテストも、えー、と書けますと。 とこ,とでえー、とこれで p h p イン t を実行すると、はい、めでタく全部通過という形になります。ということで、まあ、テストケースはごく薄くして、まあ、基本的にはこの値を渡すと、絶対これを返すという構造にしてあげましょうと。あとはミドルウェアインターフェースも同じような構造になるんですが、えー、とこれもちょっと,、えー、と考えることがあって、これはあのリクエストだけじゃなくて、ミドルウェアインターフェースも同じような構造になるんですが、これもちょっと考えることがあって、これはリクエストだけじゃなくて、 えリクエストハンドラーというものを定義してあげる必要がありますと。で、えっ、ー、と、指出しイメージとしては、先ほどと似てるんですが、ここで、えっと、サーバーリクエストでレスポンスを返したりだとか、あと逆に、えっと、サーバーリクエストからが、えっと、リクエストハンドラーに渡ずに、もうミドルウェアだけで結果を返してしまうようなパターンもありますと。ということが的ながミドルウェアです。で、何もしないミドルウェアというのは、まあた、単純にこうやって定義することができて、さらにレスポンスに対して何か影響をすのは、まあ、こうやって定義してあげればいいですよと。あと、あの、 えー、HTTPS でリクエストされなかったら、リダイクトできるみたいなハンドラーみたいなのは、こうやって、ハンドラーじゃないですね。えっ、ー、と、ミドルウェアみたいなこうやって定義できますと。あと、何か、えっ、ー、と、リクエストハンドラーが例外を起こしたら、例外用のエラーページを描画するみたいなパターンも、まあ、こうやって定義することができますと。で、リクエストハンドラーの部分は場合は、こうやってテストをしていたんですが、えっ、ー、と、ミドルウェアの場合はもうちょっと考えることがあって、まあえっ、ー、と、ここで PHP というのは、えっ、ー、と、 リクエストハンドラーを用意してあげる必要がありますと。で、えっ、ー、と、こうやってやりたくなるんですが、このハンドラーというのをどうにかして用意しなければいけない。ということで、まあここで、えっ、ー、と、この無名クラスとか使ってリクエストハンドラー単純なものを実装してもいいんですが、まあ、えっ、ー、と、これは単純に固定のリクエストレスポンスを返すだけのものですねと。まあ、こういうものをいちいち、えー、と定義していくとちょっと面倒くさいことがあるので、えっ、ー、と、ローハンドラーという、まあ、これもヘルパー用のテスト、テストヘルパー的な、えっ、ー、と、ハンドラーを用意してあげますこれは、えっ、ー、と、リクエストで あえー、とコンストラクターを作るときに受け取ったレスポンスをオーム返しするもので、あとは、えー、と受け取ったリクエストというのを内部で保持しています。ということで、こういうものを、えー、と文明クラスを使うとこうやっていたものをローハンドラにするとこんな感じで、えー、と綺麗に、えー、と一行ですっきり作ることができますと。ということで、これで、えー、とミドルウェアのテストというのができますと、はい。あとはここであの OK ハンドラー、これは、えーとえー、とミドルウェアから呼ばれるレスポンスの 呼ばれあミドルウェアから呼ばれるサーバーハンドラーがコールされた回数というのがここに入って、まあ、それをテストしてあげることで、ちゃんと、まあ、中のサーハンドラーが呼ばれているかというのもテストできますということで、まあ、これもテストの要点があるので、いろいろ気をつけてやっていきましょうと。あとはまあヘルパーみたいなハンドラーはいろいろパターンが考えられましょうと。はい、ということで、残り5分なので、さっさと実はアプリケーションの話をしていきましょうと。ことで、大雑把に処理していくとまあこういう感じになっていくんですが、このミドルウェアというのを えとどうにかして作りましょうとということで、えー、と構成としてはこういう感じになっていて、えー、と今まではミ,ミドルウェア1個とハンドラー1個しか考えてなかったんですけどもこれを、えー、と今まではこうですねこうだったのを実際にはこう先ほど PSR ミドルウェアズみたいな感じでいっぱいハンドラーがあるあハンドラーじゃないミドルウェアがあるということを話したんですが、まあ、ミドルウェアこう小さい機能のものをいろいろ使えるような作りになっていくので、まあ、どうにかして重ねたいと。 ということで、まあ、実際はこう同心円な感じであの、まあ、複数の多層になっているのであります、えー。こちらは、えー、と基本的には、まあえー、とインターフェースとしては1個しか扱えられないように見えなすが、この PSR15 のメタドキュメントで、まあえー、とその複数扱うにはどうすればいいのかということを研究していて、まあえー、とそこで、まあ、Q とかデコレーターみたいな実装パターンが提供されていますと、まあえーと。特にあの なんかこだわりとかなければ、リレーというライバリがあれば、こちらを使うと、まあ、いい感じに、複数のミドルウェアというのを扱うことができます。これは自作しても全然いいものです。で、えっとまあ、あとそうですね、セッション、えっとまあ、ユーザーがログインしている状態だとか、ユーザーデータみたいな感じですね、これもどうやって使うかというと、まあ、これもミドルウェアを使って実装してあげればいいでしょうということで、まあ、ミドルウェアの中で、セッションのデータベースを引いて、その情報を、ウィザーアトリビュートでセットして、持たせてあげることで、まあ、他の 後続する中で呼ばれるミドルウェイとか、えー、リクエストハンドラーみたいなところで、まあ、取り出せるでしょうと。ということで、まあ、具体的にはこういうコードになりますと。で、えー、っと、このリクエストの中に、えー、っと、そのセッションが入っているとして、まあ、この g e t a c t i v i t y とセッションクラスに取り出して、えー、この状態では、あの、えー、っと、 ゲットアトルピュートからどんな型の値でも取り出せる状態になっているので、まあ、こ,のここでアサートを書いてあげることで、まあ、確実にセッションインターフェースを実装したオブジェクトの何かが入っているというのを保証することができますとで。こうしてあげることで、まあ、ミックスドから、えー、とセッションに絞り込んで、もしそうではないものが入っていたり、あと、えー、このセッションがセットされていなくて、 そういう場合は、えー、とこの get attribute はヌルを返すので、まあ、そういう場合のエラーハンドリングみたいなものもこう出てきますと。で、えーと、これに関しては、まあ、アサートに関してはその、この違反するという状態は絶対にその、えー、とプログラマーのミス的なものになるので、まあえー、とアサートより下は必ずそういう前提で動いているという。 コードを書くことができますと。あとは、このやっぱセッションインターフェースでそれを実装したログイン状態と未ログイン状態みたいなのがあったとすると、ここでインスタンスオブでログインして,るしてないみたいな判定することができますと。あとは、ねえー、どうやってコードに活かせるかみたいなことでいろいろ考えていくことがあったんですが、まあ、実際にここから、えー、とアプリケーションを実装していくことで、例えばコントローラーどうするかとか考えていかなきゃいけなかったり、あとは、まあえー、実際に先ほど ミドルウェアとか、うんと、ハンドラーみたいなのもこうコンスタトラクターでいろいろ要求していったりみたいなことができるのが、まあ、それをいちいち自分で書いていくのがめんどくさかったりするので、まあ、DI コンテナー、PHPDI みたいなライバリをいい感じに組み合わせていくといいでしょうと。で、まあ、具体的な、えー、と実装例として、えー、と2年前のピッチパー会議の時にゴルフ場というのが作った、ね、まあこちらが今回話したような内容の まあケースになっているので、えー、興味がある人はちょっとこちらのコードを読んでみてくださいと。これはなんか、えー、マイクロフレームワークっぽくコードを書けたりするようなアプリケーションになっています。 あとは、は、えっと、ピクルル百科0典時点というのも、まあ、最初に言及しましたが、こちらも PSR15 PS だったり、まあ、そうじゃなかったりみたいなコ,コントにちょっと混沌とした状態になっているんですが、まあ、よろしければこちらも参照してくださいと。まあ、そうそう、時間になっているんですが、まあ、実際にクッキーを使うときにいろいろめんどくさいみたいな話がしたりあったり、えー、なんか入出力とかめんどくさいよねみたいな話があるんですが、まあ、こちらの話ではちょっと言及できなかったので、まあ、次の機会に。 いましょうということで、ちょっとこういうブログ記事とかも、富士山という人が書いてくれたので、正、ま、直、あ、でもご参照くださいということで、まあ、具体的にいろいろもうちょっと出していくことまでまあご期待くださいということで、はい、発表は以上になります。ごごありがとうございました